今回はアドビの田中さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、アドビの田中です。よろしくお願いします。早速ですが、今回はどのような製品をご紹介いただけますか？はい、今回は NAB のタイミングでアップデートしたプレミアプロ、アフターエフェクツ、そしてフレーム IO という製品をご紹介します。私も愛用しているのでとても楽しみです、ね、すごいお伺いしてびっくりしましたが、はい、それではご紹介お願いいたします、はい、よろしくお願いします。ではまず私の資料の方をご紹介しましょう。今回のNAB のタイミングでのアップデートは動画制作を最速にということで、もうますますですね、動画制作を効率的にできるようないろいろなアップデートが行われていますのでご紹介いたします。はい、まずは新機能としてフレーム IO for Adobe Creative Cloud というのが出ました。フレーム IO って何って思っている方多いかもしれないんですけれども、昨年の10月に Adobe が買収した、まあ、レビューだったりとかいろいろできるですねサービスになるんですけども、このフレーム IO が Adobe の Creative Cloud の ID で使えるようになっております。でフレーム IO for Adobe Creative Cloud の内容としては、プレミアプロ、アフターエフェクツ、そしてですねコンプリートプラン使用いただいているユーザーの方々はですね、もう追加料金なしに使うことができます。そして、2つのユーザーの方とあと5つのプロジェクトを同時に編集することが可能だったりですとか、あとはですね、クリエイティブクラウドのストレージ 100GB とは別に専用の 100GB のストレージを使うことができるっていうのも今回のこのフレーム IO for Adobe Creative Cloud の特徴になります。なので、ぜひですね、もうプレミアプロ、アフターエフェクツ使っている方々そのままログインして使うことできますのでお試しください。はい、あとはこの中にですね、フレーム IO の機能の中にカメラトゥークラウド機能というものがありまして、これはもともとあった機能で、そのカメラで撮影した映像をもうそのままフレーム IO にアップロードしてレビューするなどできるんですけども、今回のその NAB のタイミングでさらに対応するカメラなどが増えました。でフィルミックプロというですねモバイルのアプリケーションなどにも対応していますので、より使いやすくなっています。はい、なので撮影中に例えば今のカメラトゥークラウドを使うと、もう本当に海外で撮影している素材をそのままフレーム IO に上げてプレミアプロで日本で編集するなんていうようなワークフローもできるようになっています。はい、その他の、プレミアプロのアップデートの内容についてご紹介いたしましょう。結構ですね、今回、UI が変わりました。よりですね直感的に使えるような UI になっておりまして、読み込み、ヘッダーバー、書き出しが変わっています。これは後ほどご紹介いたします。はい、それ以外にも、Adobe 先生の機能を使ったオートカラー機能、自動的にですね色を補正してくれる機能ですとか、パフォーマンスが良くなったり、あとは無料の Adobe ストックの素材が、追加されたりしております。はい、アフターエフェクツに関しても今回大きなアップデートがありました。M1 Mac ですね、 Apple シリコンにネイティブで対応しました。これもすごく待ち望んでいるお方多かったと思うんですけれども、こちらもネイティブに対応することによってかなり高速化、そしてですね作業の効率化を図ることができます。それ以外の新機能としても、Adobe 先生の技術を使った新編集の検出という機能がございます。これもともとプレミアプロに入っておりまして、これをアフターエフェクツでもやはり使いたいという要望が多かったので、今回この機能はアフターエフェクツにも搭載しております。あとは新しい拡張ビューワーとしては、やはりですね 3D での空間で見て作業をする方々がすごくアフターエフェクツでも多くなっているんですけれども、その拡張ビューワーをやることによって、その 3D レイヤーをより簡単に効率よく編集することができるようになっております。はい、ここまでが簡単にアップデートの内容のご紹介になります。ではここからは実際にプレミアプロの今回は画面を使ってデモをしていきたいと思います。まず UI が大きく変わったというお話をしたんですけれども、それについてご紹介いたしましょう。プレミアプロ使っている方々いらっしゃると思うんですけども、この画面はそんなにいつも立ち上げた画面と違うとは思わないと思います。ただですね、ここに新規プロジェクトという項目があるんですけども、ここをクリックすると結構大きく変わっております。もともとの概念は最初に箱を作って、例えば、フォーマット何にしましょうとか、箱を作ってからそこに素材を入れるっていうことを、している流れだったんですけども、まず編集したい人っていうのは素材を選んでそれを編集して書き出しするっていう、すごくシンプルな編集をやっぱりやりたいという方々が多かったりするので、それに合わせて今回 UI を変えています。
なのでですね、このようにもうサムネイルでですね、素材を見ることができるようになっております。はい、でこれをクリックするとこのように素材が選ばれていて、選んだ素材がこの下のところで見えるようになっております。でここで例えばプロジェクト名はいつも通り例えば変えてやってあげて、ここでもう作成をクリックするとこのようにいつもの、プロ編集画面に来るようになっております。はい、でこの画面も、まあ、基本的には一緒ではあるんですけれども、ちょっとヘッダーバーのところが変わっております。でここに今言ったそのもう単純に編集って読み込み、素材読み込んで編集して最後に書き出したいっていうような大きな3つの流れがあるので、その流れが分かりやすいようにここに、まとめています。で例えば素材追加したいなと思ったら、この読み込みを押すとまた先ほどの画面に戻るので、例えばここで、まあ、追加したい素材があったらもう一回ここで選んで、あこれがいいかなと思ったらクリックして読み込みとすると、ここの先ほどの、メディアブラザーのところに、はい、入ってくるようになります。はい、というのがですね、もう簡単なこう作業ができるような部分もありますし、もちろん設定はですね、今まで通りすることができますので、既存のユーザーの方も使いやすくなってるんじゃないかなと思います。でもともとここにですね、ワークスペースの、この編集とかカラーとかがあったんですけども、デフォルトではですね、一度このようになっております。でここにまとめてワークスペースのをまとめているんですけども、これは、Adobe 製品を他に使っている方々、Adobe 製品の Photoshop とかもここにまとまっているので、迷わないようにということで今回統一しているんですけれども、もともとプレミアプロであったこう一覧で見えるのもいいなというような、要望があったので、ここで一覧として見えるようにというのも追加して入っております。なのでですね、まあ、本当に効率よくやりたい場合は本当読み込み編集書き出しっていうので編集をしていっていただくのがいいんですけれども、それ以外でもですね、こういうふうに出して、今まで通り使いたいという方は使っていただくことが可能です。はい、ここからですね、例えばじゃあ編集が終わったとします。で書き出しのところは、まあ、もちろんですね、このファイルから今まで通り書き出しっていうのもいけるんですけれども、簡単にここの書き出しという項目を押すとできます。でそれ以外にも実は、これは前からあるんですけど、クイック書き出しっていうのもあって、つどつどその書き出しの画面に行かなくても、ここである程度ですね、プリセットを設定しておけば、そのプリセットで書き出しを行うなんていうようなこともできますし、今回プリセットをですね、作ることができるようになっているので、それも今回アップデートの一つになります。でここからまず書き出しというところをクリックすると、書き出しの画面も大きく変わったかと思います。今までもやはりですね、その設定としてはどういうようなフォーマットで書き出したいかっていうことを設定してから書き出しをしているんですけども、今回その目的別に、例えばまあオフ、ローカルにファイルとして書き出したいのか、 YouTube に書き出したいのかっていう目的別にこう選べるようになっています。でここでメディアファイルっていうのがそのローカルに保存するんですけれども、まあ、例えばこれもですね、すごくやりやすいのが、このメディアファイルをですね、複製することができます。で複製すると何がいいかというと、例えばこの上の方のメディアファイルは、例えば高画質なものでやっておこう、まあ、4K で例えば書き出したいとなったら 4K で、もう一つのメディアファイルの方はじゃあプロ棋士で書き出したいってなった時に、これ同時にですね、4K のファイルと、プロ棋士のファイルを同時に書き出すことができるっていうのがありますので、こういう部分はですね、かなり効率化することができるんじゃないかと思います。それ以外にも YouTube に書き出しをするということもできます。この、機能もともとあったんですが、すごい分かりづらいところにあったので、今回はちょっと上に上げてあります。でこの YouTube にすると、ですね、それに適したもので書き出しをしてくれますし、ここで YouTube の自分のアカウントですとかを紐付けておくとですね、もうこれで書き出しをすると、その YouTube のチャンネルに、パブリッシュされるというようになっております。でもちろんプライバシーを限定公開などここで選ぶことができますので、まあ、上げてすぐ、チェックしたいとか、そういうことにもですね、つなぐことができるようになっております。はい、というのがですね、主なプレミアプロ自体の、アップデートのご紹介になります。ではですね、次が、フレーム IO というものを簡単にご紹介したいと思います。ではちょっと待ってくださいね、編集に行ってフレーム IO、 例えばこのように、まあ、何か作ったものがあるとします。でここからですね、
私ここに実はですね、もうこれちょっと小さいんですけど、フレーム IO という項目がプレミアプロの中に入っています。なのでつどつど別でプレミア IO を立ち上げてやらなくても大丈夫になっております。で、例えばここから今編集しているものを誰かに、やってチェックしてもらいたいと思った時に、ここにアップロードというのがあるので、つどつどファイルに書き出さなくても、この今のシーケンスを直接アップロードするということができるようになっております。でこれを例えばアップロードしたら、このですね、今私が Chrome のブラウザを開いているんですけども、 Chrome のブラウザでそのチェックしてもらいたい人に URL を送るとレビューをしてもらうことができます。でこういうふうに、ちょっとこれどうし、私どっちもやってますが、例えば全然違う人で、チェックをしてもらうっていうこともできます。でこういうふうにですね、どこに何が書いてあるかっていうのを、このアイコンをクリックすると見ることができます。で例えばじゃあそのチェックを例えばクライアントさんにしてもらったとして、もう一度プレミアプロの画面に戻ります。でエディターさんが例えば今のコメントをまたプレミアプロの中で見ることができるようになっております。でフォント変えてくださいとか、からこれお願いしますと。でこれのすごいとこが、このようにですね、このコメントのところをクリックすると自分のタイムラインのところとリンクしてくれているので、あじゃあフォント変えてくださいって言って、あじゃあこのフォント変えればいいんだって、すぐですね編集をすることができるようになっています。例えばからこれお願いしますだったら、からこれをするっていうのが、もうここでですね再生ヘッドが動いてくれるので、これもかなり効率化できる内容になっているんじゃないかなと思います。でちなみに今回のそのアップデートとかなったこの自動補正っていうところも Adobe 先生の技術を使って、いい感じに色をしてくれます。で強度っていうところがあるので、これを調整するだけでもですね、このビフォーアフターを見ただけでもだいぶ違いが出てくるんじゃないかなと思いますので、こういうのもですね、いろいろレビュー出し戻しとか調整するのに、どこをこう調整するんだっけっていうのをマニュアルで見なくてもいいっていうところも、かなり効率化できるところかなと思います。であともう一つ、先ほどご紹介したですね、カメラトゥークラウドに関しても、デモをやってみたいと思います。ちょっと一回新しい、プロジェクトを作りたいと思います。ではここからはカメラトゥークラウドの機能をご紹介しますので、富永さんちょっとご協力いただいてもいいですか。はい、はい、ではここから今の私の iPhone にフィルミックプロというアプリケーションがあるので、これを立ち上げたいと思います。これカメラのアプリケーションなんですけど、いろいろ本当機能があるんですが、ちょっと撮影をしてみたいと思います。はい、では行きます。はい、アフタービート NAB 賞2022。はい、ありがとうございます。はい、でこれを直接フレーム IO にアップロードすることができますので、これではいを押します。そうしたらぜひですね、プレミアプロ今見ていただくと、もうあっという間にこの5月19っていう、フォルダーができました。でこれをクリックすると、この中に今できたものがもう入ってるんですね。では再生してみましょう。はい、はい、アフタービート NAB 賞。でこれが今フレーム IO のクラウドに入っているので、これをプレミアプロに取り込んでみたいと思います。でプレミアプロに取り込むときは、ここでインポートファイルで取り込んであげて、一度ローカルにも入れる必要はあるんですけども、ローカルにも逆にすごく早く落とせます。でここでもう今来たので、これを例えば新規の、シーケンスで作ってあげれば、もうここでですね編集をするなんていうようなことができるようになります。でこれでテロップ入れたりですとかして、はい、まあ、またレビューをして、富永さんに戻してこれでいいかっていうのを確認するっていうことがですね、もうあっという間にできる、ワークフローになっております。なのでクラウドを経由して、本当フレーム IO プレミアプロの連携で、あっという間に編集を効率化することができます。はい、ではですね、今回のアップデートの内容は以上となります。アドビの田中さんに、アドビクリエイティブクラウドの最新アップデートについてご紹介いただきました。田中さん、ありがとうございます。ありがとうございました。